まゆきです。はい、ということでちょっとカラオケ屋さんからの配信なんで周りざわざわしてるかとは思うんですけど、ご了承ください。申し訳ないです。こんばんは。こんばんは。疲れてるのにありがとう。そんなことないよ、疲れてないよ、ありがとう。周りめっちゃうるさいでしょ。お部屋カラオケ屋さんだから外の声が。こんばんは。カウント星投げしてくれてますか。してくれてますか。のんちゃんこんばんは。一緒にカラオケ行きたい。行きたいね。最近家の近くのカラオケが潰れてまだカラオケができた。え、いいね。こにたんありがたこちゅうありがたこちゅうでございます。時計がない、大変だ。みんな5分おきに私に時間を教えてください。時間を教えてください。開始20分になったら誰か教えてください。なな、しおぴは疲れて寝てるみたいなんだけど電話ある？毎日毎日お勉強とかお疲れ様って言っといて。なずちりん相変わらず仲がいいね。仲いいよ。ナウ、もうナウで出ないらしいよ。ゴリさんこんばんは。みんな星投げカウントお願いします。多分このスパガのイベントでまだ達成してないの私だけなのかな。なので皆さんカウント星投げぜひぜひお願いします。ナウ、はじめちゃんありがとう。では問題、じゃじゃん。あ、カウントしてくださってる方はカウントで大丈夫よ。私は今何を飲んでいるでしょうか。飲みます。さあ何を飲んだでしょうか。カウント星投げみんなしてくれてるかな。パクちゃんありがとう。見えなくていい、残念。フルーチェ残念、オレンジ残念、タピオカミルクティー残念、プロポリス残念、コーラ残念、バナナジュース残念、豆乳残念、午後の紅茶残念。すごいカウントみんなありがとう。ドドユメイトさんもありがとう。ミズポンお疲れありがとう。ソラさんありがとう。ケンジさんありがとう。ドルポンさんありがとう。イチローさん、コニーさん、ミチさんありがとう。のんちゃんもありがとう。あーたんありがとう。さつきひろさんありがとう。るなちゃんありがとう。誰だこれ。ロクさんもありがとう。親方さんありがとう。ライブさんありがとう。フューチャーさんありがとう。メロンジュースさんね。緑茶さんね。あーたんありがとう。パインジュースさんね。白ぶどうさんね。え、なんで当たんないの。なんで当たんないんだ。わかりやすいと思うんだけど、私結構好きって言ってるんだけどな。あれ、私なんか髪の毛の分け目が変だぞ。ジェームスリーさんありがとう。マクマ、ある日森の中クマさんに出会った。やばい、隣の部屋からめっちゃ爆音でさ、カラオケ始まったんだけど、とてもとても迷惑ある日森の中ジェームスリーさんに出会った。ありがとうジェームスリーさん。ミルクティー残念、リンゴジュー残念。ハイさんもありがとう。お、20万切った。音漏れ怖い。どういうこと。私の声は漏れることないでしょ、マイク使ってないもんマイク使って話してたら別だけど。星集めてきます、ありがとう。
コーラ残念。え、ねえみんな、え、ちょっと飲んでる音でさ、何飲んでるか当ててよ。いくよ。聞こえた？あ、シチューごはんさん、ありがとう。マクモン、ある日森の中、シチューごはんに出会った。ありがとう、シチューごはんさん。今日は中途半端じゃないね。ちゅ、ありがとう。音じゃわからん。ほうじ茶。隣が爆音すぎて聞こえなかったね。隣爆音だよね。ジンジャーエール、ブブー、緑茶、ブブー、氷の音しか聞こえない。正解はカルピスでした。コニータありがとう。お、タカさん正解。タカさん正解した。はじめちゃんありがとう。カウント、ゆでるかなさん、ぴょんぴょん星投げありがとう。あんたいつの間に配信始めたのよ。始めてるわよ。カラオケから配信してるわよ。今日カルピスなの。カルピス美味しいよね。さっき当たってたじゃん。嘘。ごめん、誰だろう。パラダインピース、カルピス。シチューごはんさん、ありがとう。中途半端。中途半端だよ。ネットサイン会、楽しみにしてて。カルピス美味しい。なんかすごい、なんかさ、カラオケってもっと静かなもんだと思ってた。これだったらさ、めちゃめちゃ電波悪くてもさ、家から配信すればよかった。こっちの方がなんか環境いいかなと思ったけど、無料 Wi-Fi っていうのあるしと思ったけど、あんましよくない。シューありがたこっちゅー。一人カラオケ、イエス。ねえ、一人カラオケってさ、私なんていうの、あんまり、なんだろう、その普段はさ、フリー Wi-Fi あるとことか思って探さないじゃんね。あれ、一人カラオケ料金っていうのがあるところもあるんだね。場所にもよる。そっか、場所にもよるか。ちょっとミスったね、こりゃ。これミスりましたね。明日からお家だな。フリー Wi-Fi みんなとシェアするから遅いのに。そうなんだ。なんだなんだ、部屋広いところ。全然ルナタン、ハートいっぱいありがとう、ありがとう。ユージさんこんばんは。他のメンバーみたいにエイベックスで配信できないの？できるね、稼働がある日は。稼働がある日はできますね。本社で稼働ある日。カラオケも混んでるのかもね。確かに私も今30分なら行けますよって言われた。そう、1時間は行けないけど30分なら行けますよって。1時間取って1時間やろうと思ったけど。ゆきりんとカラオケデートなう。ゲット Wi-Fi 借りるか。いや多分ね、携帯が調子悪いんだよね、おそらく。30分でお店出ろってこと？そうなのさ。あ、シチューごはんさん、もう一個くまちゃんありがとう。ある日森の中、シチューごはんに出会った。ありがとう、シチューごはんさん。嬉しいね。うれぴんよ。営業時間短いんだ。いや、短いわけじゃない、混んでるから。あ、一郎さんありがとう、助かる。そうだから30分出ないといけないからさ、配信してるからさ、時計見れないから、みんなが頼りだよ。カラオケのこの辺時計なくて。
親方さん、ありがとう。今日カラオケだから全力で歌っちゃうんだから。いくよ。 I miss you、 会えない時は You miss me、 朝会いでたいな、親方だけの勇気になって行ってみたいな、親方チュッチュすごいうるさいチュッチュでしたけど、うるさかった？親方さん、どうだった？熊牧場ができたよ。ある日、あれ間違えた、熊、間違えちゃった、タワーの歌っちゃったよ、間違えちゃった。親方さんごめんね。ある日森の中、親方さんに出会った。好き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 、ありがとう親方さん。え、もう一個？やば、せっかくだからマイクでエコーかけて。え、絶対うるさいと思うよ、配信でマイク。え、これマイク普通に出るのかな、ちょっと音下げようか。あ、出てる。え、絶対うるさそう。あ、うるさい？あー、親方さん、聞こえてますか？うるさい？どう？みんな。どうですか？特にイヤホンとかで弾いてる人とか。君をリリーブで初めて見たとき綺麗すぎて弾いた。嘘、ありがとう。大丈夫、嘘。じゃあ行きますね、親方さん。聞いてください、親方さん。ある日、森の中、親方さんに出会った。好き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 。親方さん、ありがとう、マクマ。どうですか、うるさかったですか。ピカチュウチューン、ピカチュウチューン、ありがとう、来てくれていい感じ。ほんと、エイさん、こんちゃす。新鮮でいい、確かに今日しかできない。まだ星ナゲットカウントしてない方いたら助けてくださいめっちゃいい。ほんとうるさくなかった？これは焦点案件じゃん。焦点しちゃって、勇気で焦点しちゃって。一番前、ありがとう、マクマなんだ、めちゃよかった。エコー付きの名前呼んでもらえる。曲紹介が完全にバラード、確かに。もうちょっとハイテンションで曲紹介すればよかった。それでは聴いてください、親方こっちだったね、間違えちゃったね、間違えちゃったよ。あー親方さん、ありがとう、マクマ。親方さん、じゃあ今度こそ曲紹介をアップテンポ風に言いますね。それでは聴いてください、親方。ある日、森の中、親方さんに出会った。好き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 、親方さん、ありがとう、マクマ。うるせえって、うるせえってね。星投げカウント終わった。ありがとう、嬉しい。あ、シチューごはんさん、ありが、間違えた。シチューごはんさん、ありがとう、コチューとハンパ。またくまけたって。なんかおもろいな、これ。エリカさん、いいね、ありがとう。いいね、ありがとう。ルナちゃんもありがとう。新鮮じゃの。確かに。とても新鮮。隣の人、森のくまさんばっか歌ってるの。大丈夫、めちゃめちゃね、音量下げてるから。
そう、今日ね、あの苫小牧からね、あの仲いいお友達がね、なんか結婚式でこっち来てて、ちょっと会って、めっちゃ良い時間になった。さっき、15分経ったよ。ありがとう、ちゃんと教えてくれるしや。いつから見てたの？今は何のイベント中？今はスパガのイベント中で、そうなんです、スパガのグループのイベント中です。俺とユウキの結婚式？結婚しないよ、誰がするか。ケタロス、おい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 、ケタロス、ケタロスと結婚なんてしないよ。親方さんごめん、ありがとう。星40投げたよ、ありがとう。ロッテさん、ジェームスリーさん、あ、ジェームスリーさん戻ってきてくれた。そこまで言うことないやろ、可能性は残しとけよ。分かった分かった、しょうがないんだから、可能性残しちゃうんだから、 0.0001% 残しちゃうんだから。親方さんありがとう。親方さんありがとう。親方さん、親方、これうるさくないのかな。よいしょ。ある日、間違えた。それでは聞いてください。親方さん、ある日森の中、親方さんに出会った。好き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 、ちょっとだけ、ほんのちょっとだけしっとりバージョンでお届けしました。へへん、ありがとう親方さん。昨日楽しかったし、雪コールしまくった。ちょっと待ってね。みんな時間あれ、いて、うるさくないよ。ありがとう。わらわらわら、リアルでしょ。だってさ、1時間配信したいから、1時間しようと思ったのね。30分しか空いてないって言われたのに。日向坂さんかわいい。雲投げたいけど、クレカの支払いがいいよ、見てくれてればいいよ。ね、明日の配信時間は早めに決めるね。親方さんありがとう。じゃあこの親方さんのくまちゃんを歌ってから終わりにしたいと思います。ある、間違えた。それでは聞いてください。親方さん、ある日森の中、親方さんに出会った。好き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 、親方さんありがとまこまい、間違えた、ありがとまこまん、親方が止まんない、はい。それでは皆さん、いや何笑ってない、なんか途中でめっちゃすごいなと思って、カラオケで森のくまさん歌ったの初めてだなと思って。そしたら今日はこの辺で終わりにしたいと思います。またぜひ
またぜひというか明日も配信するんで来てください。冷静になったらもう一回ありがとう、いっぱい好きって言われた、いっぱい好きって言ったそしたら皆さん明日はありがとう、みんな星投げカウントありがとう、配信してくれて、いや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 、ありがとう、こちらこそ。じゃあちょっと私はサイン書きをしてまいります、提出物をしてまいります。バイ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 したらね、バイバイみんなありがとう、星投げカウント、そしてギフトもありがとうございました。したっけね、バイバイ。